ほどほどステーションセカンド英霊憲章儀仗礼護国神社衛兵隊とラッパ日本会議唐津が提供します。ほどほどステーションセカンドの時間です。進行は私 MJ です。そして本日のアシスタントははいふんちゃんです。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。さて本日のテーマは英霊憲章儀仗礼護国神社衛兵隊とラッパです。本日のゲストは護国神社衛兵隊の藤田幸秀さんです。そして解説はおなじみゆうちゃんです。はいよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、英霊憲章の形はいろいろありますが本日は儀仗礼という形で独自で英霊憲章の活動をされている護国神社衛兵隊の藤田幸秀さんに活動のことを聞いていきましょう。まずは儀仗礼のことについてですね、ゆうちゃんに解説をしていただきたいと思います。はい、なかなかですね皆さん儀仗なんていう言葉はですね、聞くことがあまりないのかなとですね、普段はあまり聞かんですよね。聞かないですね、まあ、僕らでさえ、まあね、よっと聞いとかな聞き逃してしまうようなね、普段使うんですよね儀仗とかね、あまり使わないですね。ですね。そうね、で、まあね、儀仗っていうのは大体何なのかっていう、儀仗っていうのは大体武器のことなんですよ、はい、武器とか武具のことで、でね、儀礼のために使う武器とか武具のことが、儀仗っていうんで、実はね歴史は古くて古墳時代からあったって話なんですよ。ほう、実はもともとこの儀仗っていうその、いわゆるこう 儀礼のためのそういう武器とかいうの、で儀仗兵っていうのは儀仗を装備して動員される兵員のことで、まあ儀仗衛兵とか儀仗隊とか言うんですけどですね、はい、いわゆるこう、いろんな礼式のために、する集められた兵隊が儀仗兵ってことなんですよ、はい、でね儀仗隊っていうのがあってですね、旧日本軍の儀仗隊はですね、天皇陛下とかご皇族とか、はい、大臣その他あるいは外国の王族とか、使臣とかその他いろんな、つけられるのがやっぱこの儀仗隊が日本の儀仗隊がおって、まあ、旧日本軍においては近衛連隊がその任に当たったわけですよ、で天皇陛下とご皇族大臣国賓を迎える特別儀仗を栄誉礼っていうんですね、なんですよ。で今はですね例えば自衛隊とかでもその儀仗礼とかするんだけど、どっちかというとイベント職能が強かったりとかいうのも時々あったり ね、はい、人が多かったりするんですけどね、で、まあ、その近衛師団っていうのが、まあ、要はどういうことかちょっと説明するとですね、横道されますけども、近衛師団というのはですね一般師団と異なって最新鋭かつ最古参の部隊としてですね天皇と宮城、つまり宮城というのは天皇陛下をお合わせになるところですね、皇居ですね、皇居のことですよね、これを警備するいわゆるこう近結守護の責任を果たすと、で儀仗部隊として法然宮府の任にも当たった。これはね近結守護って何かって近結っていうのは皇居の門のこと、皇居の門ね、近結ですよね、皇居の門を守ると、で法然っていうのは屋根に宝具の飾りのある天使様の車、はい、いわゆるねこう今やったらセンチュリーだったりするわけですよね、でね、まあ、大東亜戦争後どうなったかって言ったらですね、その皇室の警護はですね、皇宮警察にとって代わられるわけですね、はい、で防衛庁はですね昭和30年に皇居の防衛と儀礼の役割を担う部隊として、まあ、近衛師団の再編を図るんですけども、警察庁がこれをですね大きく阻むわけなんですよ。でうちだけで十分だって言ってですね、そうなんですよ、でね結局ですね、昭和37年1月に第32普通科連隊が市街駐屯地に編成されて、で同連隊は旧陸軍の近衛歩兵連隊にちなんでですね、近衛連隊って自称してるわけです。自称ね、まあ、かっこいいですよね、じゃあね儀仗礼はどうなったかって話になるんです、そしたら近衛師団がしてた儀仗礼はどうなったかってですね、昭和32年の8月27日に、まあ、閣議決定されて、陸上自衛隊に対して国賓に対する栄誉礼ですね、および儀仗任務が付与されると、でこれに基づいて特別儀仗担当部隊としてですね第302保安中隊っていうのが指定されるんです、でこれがですね実は自衛隊マニアの中ではですね、ものすごい有名な話でですね、この第302保安
刑務中隊なんかってですね、まあ、東京の市ヶ谷駐屯地にあるんですけども、参考小隊で編成されて、まあ、定員は、115名のうちですね101名が、特別儀仗隊を編成してるんです。でなんと発足以来ですね、最近まで2009回ぐらいのですね特別儀仗を行ってるわけです。すごい。で、まあ、それはもちろん国賓が来た時とかなんですけど、まあ、いろんなイベントとかに行ったりとか自衛隊祭りに行ったりとかそういうので特別儀仗を見せてるわけですね。でこの儀仗隊が素晴らしいとかですね、何がすごいってですね、令和4年7月12日にですね、あの7月にあの安倍晋三公がお亡くなられたでしょ。で7月12日にですね増上寺でその安倍晋三公のですね、家族葬が通り行われたんですけども、儀仗隊がですね参列したんですよ。で遺体を乗せた霊柩車にですね演奏に合わせて儀仗礼で見送ったんですね。で戦後ですねそういう首相経験者の家族葬にですね儀仗隊がですね参列したのは初めてだったんです。多分ですね空前絶後でしょう多分。この後、どんなすごい人が出てもなかなか儀仗隊が出てることはないだろうと思うんですよね。でねこのそんな300人保安、刑務中隊っていうのはどういうところかって言ったらですね、ものすごい実は厳しくて、今時ですよ、容姿端麗な男子っていう風なですね厳しい状況なんですよ。もうこの時点でもうすでにあのダメって言われそうな感じですよね。そうですよね。でね身長が170から180センチ全部揃えられてるんです。高さがね、で体重も60から75キロまでと、で髪型も決まってて、でまあ着用するですね儀仗礼の儀仗服はですね、ここに合わせたオーダーメイドです。そうなんですよ。でねもう体型維持のためですね太ってもダメだし筋肉つけすぎてもダメです。ああもうその服があのサイズ合わんとか言えないわけね。オーダーメイドやけんね。もうでも言われたらもうジャニーズも真っ青のみたいな話ですよ。本当ね、そんな話なんですね。でねまあイケメン揃いやけんが、実はこのねこうアマゾンの中でも買えるんだけども、自衛隊選抜イケメン部隊フォトブックの中にですね、第300人保安中隊っていうのがあるんですよ、そのフォトブックまで出てる、で DVD まで出てる。いやいやいや、でね、まあ、マニアにはもうたまらんとやろうね。で日本の儀仗隊のそのクオリティの高さに、外国の儀仗隊とかの大会とかでも、みんなねこうどよめきが起きるらしいですよね。いやもうこれそれはね、あの私も YouTube で見たことあるんですよね、ちょっとレベルの違いレベルが違う、相手がもうちょっと驚いてたっていうのを、でね、なんとですね面白いとか、これもクオリティ高いんだけど、防衛大学にも儀仗隊があって、ね、これ儀仗隊部ですもんね、部活なんですよ。で1955年創立されて、まあ、学生の耳によって編成されてるんだけども、まあ防衛大学の広報活動してるんだけど、結構いろんなところに呼ばれてやってるですもんね、であのほらこうドリルでこうねあの銃歯投げて投げてお互いでこう受けたりとかね、いろいろするんですよ、でね、まあ、そういうふうなね儀仗隊っていうのは大体そういう儀礼のためのね、っていう意味でのその儀仗っていう意味なんですよね、武器をっていうことでですね、でまあ護国神社衛兵隊の話にですね移っていこうと思うんですけどですね、ここからは護国神社衛兵隊についてですね、藤田君にいろいろと質問をしていきたいと思うんですが、その前にまずはですね、自己紹介をお願いいたします。はい、自分は佐賀県唐津市長田に住んでいる藤田幸秀と申します。はい、多分緊張してるね、ねえこういうの初めてなのでそうよね、護国神社衛兵隊っていうのがですね、実は YouTube で皆さん ねあの出てくるんですけども、非常にユニークな活動してありますよね、その英霊検証のためにですね、まあ、その話をいろいろね聞いていくのがいいのかな。ユニークでもあるしね、藤田君一人でね、いろんなとこ行きよるもん、めっちゃ頑張りそうだね、まあその辺も含めて、いろいろと藤田君にお話を聞いていきたいと思うんですが、護国神社衛兵隊自体のですね活動の目的というのは、どういうところが目的になるんでしょうか。活動の目的といいますと、そうですね、戦争、大東亜戦争が終わった後にこの唐津市の呼子出身 の,、の
軍人さんがおられまして、その方々が大岡会という軍人会を組織されてたんですよ。大岡会というのは桜の花ですね。はい、もうざっくりと言いますと、その大岡会の、もう方々も、もう年々にもう年もあと もう取っていってしまって、ええ、もうそういった儀仗隊、儀仗というかその慰霊活動がもうどんどん難しくなっていたそうなので、ええ、はい、で自分たちがその大岡会の継承という形で、活動を続けています。はい、唐津が始まりなわけね。そしたらね、はい、唐津が始まりでもあり、その隊員の方々と出会った、自分たちのリーダーが岸田さんって方なんですけど、はい、もうその隊員のほとんどの方が、大分県宇佐市、宇佐市って陣雷部隊、部隊の隊長さんともご知り合いだったん で、でその方からの、引き継ぎをどうかな、なんとかならないかということを引き受けての今に至ってるって感じです。ということは先輩からの活動は受け継いでやってるわけだよね。はい、そしたら ね、すごいね。いつ頃なのその結成は。そうですね、自分がこの衛兵隊に入ったのが、2018年頃なので、それからもう それよりもずっと前から、もう十数年ぐらい前以上になると思います。うーん、なるほどですね。十数年になるとね、はい、すごいね。まあ、現在は、隊員編成は何人いらっしゃるんでしょうか。そうですね、今現在、動ける人としたらもう5人ぐらい。5人ぐらい、5人、はい、5人ほどですね。はい、じゃあ現在はこう、まあ、いろんなところの慰霊祭とか、はい、そういうところで、ラッパーを吹いて、検証してるっていうような感じなんですよね。はい、そうです。はい、ちゃんと隊列組んで入場、ラッパーで入場してね、で、ラッパー吹かれてですよね。ええ、だからある意味ね、見たことない人は見るだけでも、ちょっと感動しそうな、感じですけどね。はい、まあ、YouTube だったらですね、またそのリンクとかも ありますけど、そうですね、非常にですね、やっぱりこうラッパーがを中心でね、されてるもんね、それはね、儀仗で。はい、で参加のきっかけは？参加のきっかけ、そうですね、まあ、岸田さんとの出会いが、自分が衛兵隊に入る1年前の2017年に、たまたま、ばったりと出会いまして、でばったりと出会ったんですけど、よく あの人とばったり会いましたなかなか会わないよ、なかなか会わない、会わないと思うよね。ばったりとすごいね。まあ、そうですね、まあ、たまたまもうどこで、まあ、虹の松原にた、ま、の慰霊碑に多分、に、はい、まあ、まあ、お参りに行ってた時に、岸田さんが多分一緒に、まあ、とことこと現れて、それで、まあ、まあ、興味あるとねって感じで、虹の松原の中霊と、中霊と、中霊とね、あそこね、なるほどね、まあ、中霊と一人で参り寄ったらやっぱり声は僕らでもかけるかもしれない。キャンシャトーっていいよね。はい、やっぱり自分が、こういった慰霊儀仗もしくは、旧日本陸海軍のことについて興味を持ったのは、まず海軍の方なんですけれど、まあ、とある一隻の駆逐艦 が、終戦を迎えた時の姿に、衝撃を受けまして、秋月型 の、はい、防空駆逐艦の3番艦である鈴月っていう名前の船ですね、の船のその駆逐艦は、秋月型で、まあ、日本海軍最大 の駆逐艦なんですよ。その船の経歴など、その写真から、その船の経歴などを、まあ、艦歴を調べていくと、まあ、過去に3度大きな被害を受けながらも終戦を生き延びた奇跡の駆逐艦とも呼ばれてます、うん、なるほど。それに感銘を受けた。はい、それでその こういう活動をし、そこで慰霊したい、慰霊検証したいと思ったけん、それがね、はい、そうですね、うん、その今現在鈴月は北九州 の軍艦防波堤という場所に、うん、今姿は見えないんですけど、コンクリートの下で静かに眠ってます。そうなってるんや。はい、ああ、すごいね。もう、姉妹艦である冬月とともに、あと大正時代に作られた、まあ、第一次世界大戦で活躍した、
桃形駆逐艦の柳という船と一緒に、まあ、3隻がこう一列になって、柳の、まあ、船体の部分のが、まあ、上甲板の部分ですけど、まあ、サビサビなんですけどね、もうが今唯一見れる感じですね。響きなだです。響きなだで、はいはいはい、あなるほどね、まあ、毎年、その軍艦防波堤の連絡会、まあ、軍艦防波堤を語る会っていうところにも、自分去年一昨年から一緒に参加してまして、まあ、その近くに高遠山という公園があるんですよね、はいはい、うん、その公園の麓の途中まで登っていく道の少し右側に中嶺塔があるんですよね、うん、その中嶺塔のところにその三隻の慰霊碑があるんです、うんうんうん、でそこに、毎年4月7日に、まあ自分、まあ、個人的ですけどラッパ水槽に行ってます。うん、すごいね。なるほどね、うん、あ思いがすごいね、うん、すごいですね。今日ほら、はい、藤田君はそのセーラー服を着てるんですけども、はい、それはどういう風に仕入れるっていうか、仕入れ、うん、大体の人はもう何て言ったかな、まあ、どうしても遺族の方々がもう、もうこの服はもうどうしても使うことがないだろうなって時に大体もう、インターネットオークション、うん、などに出品されてる時がたまたまあったり、もしくはじゃあそれ年代も、うん、いや、これは年代もんではないんですけど、まあ、今ほとんど複製品っていうのが出回ってるところが何箇所かあるので、まあ、S&グラフもしくは、PK ミリタリアとか、さまざまな場所で、まあ、そういうショップがあるんです。ショップがあるんですね。軍装というとですよ、うん、軍装というとですよ、博多の飲み屋のアンカーにいっぱいありますよね。ありますね、あそこ ね、あそこ面白いですよね、はい、本当にね。まだ行ったことがないので今度は連れてかないから、数年行ってないから、数年行ってないからね、行くときはぜひ藤田君も一緒に、ね、一緒に連れていかないからですね、行きたいなというふうに思います、はい、それでは、ここからは谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナーです。こんにちは、谷口です。前回米国の国家戦略の元になっている敵の敵は味方についてお話ししました。この考えは現在世界一の超大国となった米国がその現状を維持させる世界戦略バランスオブパワーの基本になっています。具体的にはナンバーワンの超大国を自覚する米国は常にナンバーツーとなる国の動向を警戒し、その勢力拡大を抑え込むためにナンバースリーの国と連携を取るという考えです。まあ、冷戦時代を例に挙げればナンバーワンを自負する米国にとってナンバーツーとなる国はソ連でした。このため米国は極東太平洋方面でナンバースリーとなる大国日本との関係を強化し、これに当たろうとしました。日米安保条約によって軍事面での連携を強化するだけでなく、経済面でも戦後の日本が豊かな国になるよう様々な支援を行ったのです。戦後敗戦国として再スタートした日本が短期間で復興を果たし、世界有数の豊かな国になったのはこれが大きく影響しています。ところがこの状況は1991年のソ連の崩壊で一変します。ソ連がなくなることで当時経済大国となっていた日本が自動的にナンバー2の地位に繰り上がると、米国はその日本を次の脅威対象国と認識して、当時ナンバースリーの国であった中国との関係を重視するようになったのです。この時のことは今でも思い出されます。当時訓練などで米国出張の機会のあった私は、これまでずっとフレンドリーであった米軍との関係がこの時変わったのを感じました。なんかおかしい、例年通りの米側の支援、例年通りのやり方ができなくなったのです。びっくりしました。対米調整の矢面に立っていた先輩が、今の日米関係はお前たちが想像しているよりも何十倍も悪い、そう言い切ったことが思い出されます。私の所属した航空自衛隊は創設当初から米軍とのつながりが強く、その支援や協力を前提として整備されてきたところが多かったため、これは大変なことになったと思ったのですが、この時の変化はこのバランスオブパワーによってもたらされたものでした。
ただこの時日本国内にはこの戦略に関する認識が十分ではなく、このように米国の姿勢が急変したのは日本の側にも何か問題があったのではないかと、何でもすぐに内向きに見ようとする傾向があったのも事実です。戦前の日本が悪い国だったから戦争が起きたとする教育と考えが状況を見えにくくしていた面があったように思います。何もしていなくても全体環境の変化と米国のこの戦略に照らせば、日本は敵にもなるし味方にもなる、それが戦略なのです。そしてこのような考え方をする米国に悪気などはなく、米国は自国を第一に考えて判断し行動しているだけなのです。現在この力関係はナンバー2と3が入れ替わり、ナンバー2となった中国が敵視され、3に戻った日本は味方と認識されています。もちろん中国敵視の理由はそれだけではありませんが、米国のこの戦略から見る限り、このナンバー2の位置というのは実に危険で厄介なポジションだと言えます。余談になりますが、経済的に弱かった中国を太らせ、軍事的にも脅威を増大させたのは日本であると言われますが、そう見ればこれまでに日本が行った数々の中国への支援はあながち間違いとばかりは言えなかったのかもしれません。このような米国が今後どうなるかは分かりませんが、しかし太平洋と大西洋2つの大洋を抑え、大陸をほぼ独占するこの国が今後も大国であり続けるのは間違いありません。米国の政策は今後どう変わっていくか分かりませんが、三つ子の魂100までの例え通り、敵の敵は味方、バランスオブパワーの考えはこれからも変わりがないでしょう。米国の政策時に変われども容易に変わらぬ国の戦略。谷口でした。谷口隊長のドガンドガンデラックスのコーナー、いかがだったでしょうか。後半は藤田君にラッパを持ってきてもらっているので、ラッパの話をお聞かせいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。まあ、なぜラッパがあるのかと、ね、軍事的な連絡手段、はい、っていうのがね、もともとのいわゆるね、まあ、聞こえん権が遠く離れた人に、まあ、いわゆる信号ラッパですよね。そうですよね、元々はね、そうです、信号ラッパ、戦国時代にコラボ吹き寄らした感じ、ところがですね、あ、そうね、あ、実はですね、日清戦争までですね、軍隊でラッパ吹いて突撃しよったとかっていうのが、これが敵にいろいろバレてしまうということで、あのね、あの日露戦争以降はですね、この戦時中行動では使われなくなっちゃったんですよ。だけども、あの普段の生活ではもう全部ラッパですよ。あ、そうですね、飛翔から消灯まで、そうですね、そうなんですよ、大体ラッパです、で、はい、海軍さんも一緒、陸軍さんも一緒、ね、そうなんですよ。だから今はあの大社に住んでる人はみんなラッパで飛翔するわけね。娘もそうですよね。そういうことよね。今日現物のラッパが持ってきたんですよ、ね、はい、でちょっと吹いてもらおうかなと思っておりますがね、ちょっと海軍の飛翔ラッパーから、はい、はい、お願いします。気象ラッパー、なるほど、あ、なるほど、これあの我々も何かで聞いたことありますね。はい、ですね、はい、昼食、昼食ね、セロガンね、セロガン、あ、なるほど、セロガン、セロガンと一緒のやつですね。これおなじみの、はい、ね、おやはり、ね、これ大電聞いたことある。そうですね。あのセイロガンっていう薬自体もね、うん、ロシ、あの日露戦争の時の、そんな聞いてびっくりしたね、薬ですからね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、うん、やっぱ君がよ、はい、
っぱ君が代はですね、消防団の、国旗掲揚の時には使う曲ですね。信号ラッパー消防団も使うですもんね。確かに、ね、使いますね。唐津市団にも、ラッパ隊がいますからね。なるほど、はい、いやいやなかなか、ね、なんか迫力あるし、迫力あるし、はい、すごいね。どうぞお座りください。どうぞ。ありがとうございます。いやラッパの練習はどこでしょうってんですか。ラッパの練習はもうほとんど前、そうですね、人に、まあ、迷惑かけない場所、もう例えば山の上の、まあ、農道とか、うん、もしくはそうですね、海の、まあ、海岸の近く、もしくはもうとにかく広い田んぼですね、田んぼそういった障害物が少ないところの方が、自分が吹いてる音が結構もう遠くまで響いてよく響くので、自分が どれだけの音が出てるかなというのが分かりやすいんです。なるほど、広いところの方が自分の音がどれぐらい吹けてるか分かるわけでね。そしたらね、なるほどね、はい、周り、逆に周りにちょっと、まあ、山、まあ、後ろに山があるのは仕方ないんですけど、もう周りにちょっと障害物があったらやっぱり反響してしまって、自分がいい音出しているって逆に勘違いしてしまう。あ、なるほどね、はい、反響音で、はい、自分も、はい、最初それでよく失敗しました。いやぶっちゃけでもさ、ここ、ね、数年でかなり上手くなってますよ ね、 そうですね、本当ね、最初は結構ね、とってちてっとやってばったりなんだね。まあ、できれば西の浜でいつも練習しとってほしいなと思います。はい、見たいし聞きたいしね。はい、ね、それは、はい、本物のラッパーで言ったかな。あ、これは、いや、これ戦後のラッパーです。それは戦後のラッパー、ね、これは戦後のラッパー。チューマルじゃなくて、これ機関でいいやろ。それこれは日刊製、日刊製ね、はい、うん、前さ、超ネジね、超ネジね、はい、白村機に来た時は、はい、本物の、ね、大東亜戦争の時のラッパーは見てもらったもんね。はい、それは、はい、それは、松山さんが、もう、所有されてる海軍のラッパーですね。90かな。90のハイラッパー。90ね、はい、だったもんね。声がですね、面白い特徴がですね、作戦行動で抜けんごとですね、ネジ止めになってるんですよ、これが。普通こうマウスピースさんに刺すだけなのにね。ああ、はいはい。ネジ込みになってるんですこれ。ネジで止めとるとね。そうですよ。そうです。はいはいはい、これが特徴ですもんね。でね、海軍の海上自衛隊のラッパーですね、これ三巻きなんですけど、二巻きででかいんですよ。ああ、なるほど。そうなんですよ、二巻きなんですね、はい、知りましょう。 でかいって、でかいんです、はい、大きい。これ10センチぐらい、もう、もう大雑把で、大雑把に言うと10センチぐらい大きい。で、管の長さは一緒なんだけど、ラッパってさ、その巻きによってで、はい、何の変わるとやろうか。いや、長さが変わるんですよ。長さやけんがですね、これが、いやいや、もちろん相場って長さを稼ぐために、二巻きなんか三巻きなんかって話ですよ、ね、で、音の出方の違う、本当はこれは何かとか、そのくるくるって巻いてるだけです。ちっちゃくするために巻いてやるっていう人が、ラッパです、はいね、ラッパね、で、海軍とで、陸軍で吹き方が違うんですよ。ああ、そうや、はい、そうやね、そうですね、陸軍は今横吹きですけど、海軍は縦ってずっと、はい、それは海軍ね、あ、そうか、狭い県 ね、 そ う、 ね、そういうことね。まあ、今でも藤田君ちょっと結構遠くまで一人でね、いろんな慰霊祭に行って、はい、ラッパをね、頑張るよね、捧げたりして、やはりいろんなとこ行ったらやっぱり皆さんからこうありがたがられるでしょう。あ、そうですね、そう思ってくれる方もおられますし、そうですね、よくここの場所見つけたねって言われる、驚かれる方も、はい、ね、おられます。見つけていきよるもんね。はい、そうですね、はい、いや、だけどその辺もね、なんか、ちょっと個人の活動としてなかなかすごいものを持ってる、ぜひね、共感してくれる人がね、増えてくれたらよろしいですよね。男だなというふうに思ってしまいますけどね、はい、なかなかね、お話をしてたら時間がね過ぎるのが早いもんで、最後になりますが、藤田君の今後の、活動はどんな感じでされていく予定なんでしょうか。
はい、そうですね。活動としてはできるだけもう自分も唐津なんですけど、やっぱり同じ唐津の人で、まあ、一緒にもう儀礼、まあ、慰霊儀仗活動を行ってくれる人が、うん、出てきてくれたらなと思います。仲間はね、はい、仲間、確かに、ね、なるほどね、はい、ラッパ吹ける人はね、実際まあ、各消防団、はい、消防団の方、まあ、唐津市は唐津市団って言うんですけどね、はい、このいわゆる町中、いくつかいわゆる師団っていうのがあるので、その師団で一つはラッパ隊があったりするので、その辺でね、なんかこう見つけていけば興味が湧く人が出ているんじゃないかなというふうに私は勝手に想像しますけどね。ああ、これ、はい、そうなんです。いや、頑張っていただきたいなというふうに思います。ぜひとも頑張ってください。うん、我々中礼碑の清掃をやってますよね。はい、そうですね。8月15日ですね。天没者慰霊祭の時にですね、ぜひですね、また藤田君来てもらって、うん、ラッパ吹いてもらってですね。はい、はい、地元なので、はい、まあ、はい、行きます、うん。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。はい、本日はですね、護国神社衛兵隊の、藤田幸秀君に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、本日のほどほどステーションセカンド、いかがだったでしょうか。本日の放送や過去の放送は YouTube でもご視聴できます。 YouTube で FM 唐津ほどほどステーションとご検索ください。本日はこれまでです。皆様もほどほどにお過ごしください。さよなら。さよなら。さよなら。